スパーク、スパーク、スパーク、スケーラブルプロセッサーアーキテクチャーは、3マイクロシステムズが開発、製造したリスクベースのマイクロプロセッサーであり、その命令セットアーキテクチャの名称である。現在は、スパークインターナショナルの登録商標であり、複数のメーカーがこのアーキテクチャに基づいたプロセッサーを製造している。スパークは、3マイクロシステムズにより、 1985年に最初に開発された。スパークはリスクベースで特に不動小数点演算とバイナリレベルの互換性に注意が払われている。サンマイクロシステムズは当初自社のワークステーションにモトローラの68000シリーズの MPU を利用していたが、後にカリフォルニア大学バークレー校のリスク I をモデルに自社開発に着手。 サイオンのスパーク搭載モデルを発表した。スパークは完全ビッグエンディアンのディスクマイクロプロセッサ命令セットアーキテクチャでスパークインターナショナルの登録商標である。スパークインターナショナルはスパークアーキテクチャの普及と企画検定テストの実施を目的として1989年に設立された組織でありスパークアーキテクチャをオープンにすることで寿命を伸ばす。 ことを目的としている。テキサスインストゥルメンツ、サイプレスセミコンダクタ、富士通、サンマイクロシステムズなどの製造業者がスパークのライセンス供与を受けている。結果として、スパークアーキテクチャは完全にオープンとなっており、GPL の下にオープンソースとして実装されたも存在する。スパークアーキテクチャの最初の実装は、サンマイクロシステムズのワークステーションで使われた。 その後富士通などでも使われ始め、やがてさらに大きな SMP システムやスーパーコンピュータ制御用としても使われるようになった。スパークマシンは一般にソラリスオペレーティングシステム3がスパーク用に設計したオペレーティングシステムと結びつけて考えられているが、ネクストステップ、l i n u x フリーブスド、オパンブスド、ネトブスドなどのオペレーティングシステムも使用できる。 アーキテクチャは何回か改定されていて、最も新しいものがバージョン8と9である。1999年10月、富士通とサンマイクロシステムズは、バージョン9をベースにハイエンドスパークプロセッサの共仕様、コモンプログラマディファレンスモデルを共同開発することを発表した。この共通仕様は、スパークジョイントプログラミングスペシフィケーションコマナラティとして公開されている。 また2005年12月、サンマイクロシステムズは、ウルトラスパーク T1 をオープンソース化することを発表した。スパークアーキテクチャは、カリフォルニア大学バークレー校のリスクアイ &E、バークレイリスクの設計に大きな影響を受けている。本来のリスク設計は必要最上限のものであり、機能や命令の種類を可能な限り切り詰め、 クロックサイクルごとに命令を実行することを目指した。このため、常序産命令がない分岐遅延スロットが存在するなど、MIPS アーキテクチャと様々な面で類似している。スパークプロセッサは通常128本の汎用レジスタを持つ。ただし、任意の時点でソフトウェアから見えるのは128本のうちの32本だけである。そのうち8本は、 汎用レジスタだが、G0 レジスタは常に内容が0であり、実質的な汎用レジスタは7本で、常に同じ内容が見える。他の24本は、コールスタックの一部をレジスタ化したものである。これら24本のレジスタは、いわゆるレジスタウィンドウを形成し、関数呼び出しとリターンの際に、このウィンドウがレジスタスタック上を上下に移動する。 各ウィンドウは8本のローカルレジスタを持ち、8本のレジスタを上下の隣接ウィンドウのレジスタと共有する。共有されたレジスタは関数のパラメータ渡しと結果の値を戻すために使われ、ローカルレジスタは各関数でのローカルな値を保持するために使われる。スパークの名称の由来にあるスケーラブルとは組み込み用途からサーバー用途まで同じ仕様を実装し、 既得権命令に関しては完全に互換を維持することを意味している。アーキテクチャ上、用途に合わせて規模を変更できる点は実装するレジスタウィンドウの個数である。仕様では3個から32個までのウィンドウ実装を許可していて、実装者は32個を実装して関数コール性能を向上させるか、3個だけ実装してコンテキスト切り替え性能を向上させるか、 あるいはその中間を選択できる。このため、スパークのアーキテクチャは、C 言語など構造化プログラミング言語に向けて最適化されているとも言われる。同様なレジスタウィンドウを持つアーキテクチャとして、Intel I-960、AMD29000 がある。スパークバージョン8、1987年では、不動小数点レジスタファイルは16本の倍精度レジスタを持つ。 各レジスタは2本の単性度レジスタとしても使用でき、全部で32本の単性度レジスタとなる。2本の倍性度レジスタを4倍性度レジスタとして使用することもでき、全体で8本の4倍性度レジスタとなる。スパークバージョン9、1995年ではさらに16本の倍性度レジスタを追加したが、これらは単性度レジスタとしては使用できない。 4倍精度レジスタ8本としては使用可能。タグ付き加減算命令は LSB の2ビットを無視して加減算を行う。これは ML やリ i s p などのタグ付きの整数フォーマットを使うような言語の実装に有効と思われる。アーキテクチャは何回か改定されている。ハードウェアによる乗算と除算がバージョン8で追加されている。バージョン9では かなり大幅な改定が加えられ、64ビット化されたスパーク仕様が完成している。さらにスパークジョイントプログラミングスペシフィケーションでは、m 等のバージョン9では未定義とされた部分の仕様が規定されている。3マイクロシステムズ固有のアーキテクチャ仕様である、ウルトラスパークアーキテクチャ2005では、命令とレジスタが追加され、超特権モードも追加された。 この仕様は、ウルトラスパーク T1 から始まる、新たなウルトラスパークシリーズで実装される。T1 は、CPU コアを8個備え、全体で32スレッドを実行できる。ウルトラスパークアーキテクチャ2005には3の標準拡張が含まれるが、それ以外は、スパーク V9 レベル1仕様に完全準拠している。このアーキテクチャーは1987年のスパーク V。 7からのアプリケーションバイナリ語完成を維持している。2005年12月に3マイクロシステムズは、ウルトラスパーク T1 の実装をオープンソース化したオパンスポーク参照。スパークの様々な実装の中で、3マイクロシステムズのスパースパークと、ウルトラスパーク -1 は非常に人気があったことから、スペック CPU95 と CPU2000 ベンチマークの基準システムとして、 使われている。スパーク六6 4は HAL コンピュータシステム並びに富士通が開発したプロセッサファミリーであり、スパークシリーズのハイエンドのプロセッサとなっている。スパーク六6 4 v は富士通のプライムパワーサーバシリーズでスパーク六6 4倍及びスパーク六6 4倍は同社と3マイクロシステムズのスパークエンタープライズ M3000 から M9000 に使用された。 富士通のメインフレーム用プロセッサと同じ開発者が設計、開発しているため、メインフレーム用プロセッサの RAS、信頼性、可用性、保守性技術を全て継承している。キャッシュメモリ、演算機、レジスタ等、どの回路でエラーが発生しても必ず検出できるよう EC、パリティで保護している。エラーが発生すると EC、ハードウェア命令リトライにより訂正を行う。 1>, 1万1、訂正不可能なエラーが発生しても、正常なコア、キャッシュメモリだけで動作し続けることができる。プロセッサの動作を記録する機能も持ち、エラー発生時の原因特定に役立つ。また、スーパースケーラ、アウトオブ、オーダー実行、ノンブロッキングキャッシュ制御、ハードウェアプリフェッチ等の高速化技術を採用している。スパーク64倍及び、 スパーク64倍ではマルチコアマルチスレッド対応がなされている。2009年に発表されたスパーク64倍ッ f x は HPC 向け製品である。2way SMT からシングルスレッドになったがコア数は4コアから8コアに増えた。またメモリーコントローラがプロセッサに統合され新規に開発された HPC 向け命令拡張 HPCACE が 実操作、レジスタ本数が増加し、震度命令が強化された。Spark64 VibeFX は、2011年6月、同年11月と2期連続で、トップ500リスト首位を獲得した、スーパーコンピュータの、K に採用されている。2011年に発表された、Spark64 NineFX は Spark64 VibeFX と同じく、 HPC 向け製品である。クロック周波数が二ギガヘルツから一八四八ギガヘルツに低下したものの、コア数は八コアから十六コアに倍増し、メモリ帯域も六十四ギガバイト S から八十五ギガバイト S と向上している。スパー Spark64-9FX は、富士通のスーパーコンピュータプラインプック f x 十二千十一年十一月七日に、 販売開始、2012年1月より出荷に採用されている。Spark64X はユニックスサーバー向けプロセッサとして初めて HPCACE を実装し、富士通のユニックスサーバースパーク M10、2013年4月10日、提供開始に採用された。Spark64X は富士通のユニックスサーバースパーク M10、 2014年4月8日、提供開始に採用されている。スパーク6 4 x のクロック周波数が 3.0GHz であるのに対し、スパーク6 4 x はそれを 3.7GHz に向上させた上で、暗号処理、重心不動小数点数、IEEE754 形式トーラクル、ナンバー形式データベース処理をサポートする命令が追加れた。また、 従来不可能であったコールリターンをまたいだアウトオブオーダー処理を可能としている。ロックはサンマイクロシステムズがかつて自社開発していたハイエンド用のマルチコアスパークモデルの開発コード名である。次期ウルトラスパークとも呼ばれた。2007年1月の発表では最大で16コアを搭載するとされ、2008年後半に提供予定とされた。 2008年2月のイシック2008では16コアで最大32スレッドを並行実行しアウトオブオーダーを採用し動作周波数に 3GHz を実現するとされたが提供時期は最適化のために2009年以降へ延期が発表されたさらに2009年6月には2008年の提供が延期されたのは社内で欠陥が発見されたためであり 開発中止が決定されたと報道された。2010年1月27日、サンマイクロシステムズはオラクルに吸収合併され、独立企業、法人としては消滅した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。